境水道は中海と日本海との中間に位置し、島根県松江市の島根半島と、鳥取県境港市の弓ヶ浜半島との間に存在する海峡上の水域。一級水系比い川本流の一部である、全長約8キロメートル。鳥取県と島根県の県境に位置し、北側が島根県で、南側が鳥取県となっている。 堺水道は全区間が重要港湾である堺港の港湾区域と重複する。中海を海と定義した場合、堺水道は海峡となる。しかし、中海は過去に淡水化事業が行われ奇水湖となっており、一級河川ひい川本流の一部と位置づけられている。従って、堺水道は海峡ではなく河川である。また、ひい川の河口は、 新事故へと流れ込む地点ではなく、境水道から日本海へと流れ込む地点である。便宜的に河川整備計画等では、新事故合流点より上流側の区間を日川本川と称し、日川がが新事故に流れ込む地点は日、日川本川川口部と称して区別している。日川は水防警報河川であり、境水道は 水位周知河川に指定され避難判断水位の情報提供などが行われる。日賀が本川下流部から堺水道まではほぼ水位差がなく、堺水道を通して日賀が本川下流部まで潮位の影響を受けている。2002年9月、2003年9月、2004年8月、2004年9月に高潮等による浸水被害を生じた。そのため、 治水計画として、お原ダムや、しつみダムの建設、日川本川から神戸川に分流する、日川放水路の整備、大橋川の改修と新事故や中海湖、岸包みの整備が実施されている。夏季には、ペイロンによる、境港ボートレース大会が開催される。境港周辺の空中写真。画像左下に、中海があり、右は、日本海である。 2009年6月26日撮影の25枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。両県の間には、境水道大橋がかかっている。公共交通機関として、松江市美保の関コミュニティバスが運行されている。2007年3月までは、境水道都線も運行されていた。 ありがとうございます。